こんにちは師匠のつぶやきです今回はストリートフード日本でいう屋台の食べ物を紹介したいと思います、えー、海外の食べ物とても美味しそうなので皆さんご覧くださいまずはイタリアのシチリア島の明るいおじさんが作るサンドイッチからまいりましょうまたチーズこれ2種類目のチーズです 何種類使ってるのかよく分かりません。おじさんの気分次第でしょうか。すごく彩りが綺麗ですよね。で、ここでまたチーズ、モッツァラレラチーズでしょうか。これが入ります。これ3種類目なんですよね。もうこれで十分じゃないかと思うんですけど、まだまだ足りないというので、おじさんまた乗っけます,来ます、ね。で、別のところで、これなんだかよくわからないんですけれども、 これ玉ねぎですよね。これをのっけてハムもあってこれをまた上にのせてはい出来上がりものすごいボリュームのサンドイッチです。どうだっていう感じでおじさんが見せてます次の動画はイタリアの素朴なお菓子って感じのドーナツですよね。大きいんですね。これを。 どこちょっと上げまして、で中にクリーム、カスタードクリームかなんか入れるんですね。これはボール型のお菓子ですね。すごい素朴なお菓子ですよね。これを、えー、ちょっとお砂糖をまぶす、粉砂糖をまぶしていますね。これだけでも出来立てなので美味しいと思います。今度はフランスに参りましょう。本当にすごいなと思うような屋台なんですね。すごい広々していて、このお鍋 すごい浅くてフラット平らなんですねこれワインでしょうか何か一本丸ごと入れていますお肉多分お肉ですねこれ男の人が2人で持っているお鍋すごいですよね量もこれは何でしょうかなんかよくあの見ないとわからないんですけれどもとにかく種類が豊富ですねこれはソーセージか何かが入ってますよね もうどれもこれもどんな味がするんだろうこれはよくあのヨーロッパとかで見るんですけれどもアメリカでも見ますけれどもこうスイスチーズか何かなんか名前があってそれをえ溶かしてのサンドイッチの上にのせるっていうことですね。次にお見せするのは SOCC ソッカっていうフランスの昔からある伝統のお菓子です屋台であのおじいさんとおばさんが作っているんですけれどほ本当にシンプルであの秋の来ない昔からある伝統のお菓子と思われますこれあの路上ですよねストリートでおじさんがこの台車に乗った窯の中すごい火力なんですけれども この中に、あのー、平たい、ちょうどピッツァを焼くような、あのー、お皿の中に、えー、小麦粉を溶いたものを入れてで焼くんですね。で、取り出します。ちょうどこんがりと焼けています。そこにおばさんがこう切りますね。4等分して、で、取り出して、で、なんか振ってるんですよね。 2種類振って、さあ出来上がりどうぞ、これはお蕎麦のクレープだと思うんですね、四角いクレープ、これを路上で、えーま、ストリートフードですね、販売しているという感じです。すすごい豊富ですよね種類が どんな味がするんでしょう。これよく見るマルシェ、フランスの方にの市場でこういうふうに鳥、えー、がぐる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 巻いて焼かれて、えー、売っているのを光景をよく見ます。これはお菓子ですね。で、これが風景です。こういうふうな市場で売ってるということですね。この鶏肉こう丸ごとこういう市場焼いてるんですけども、皮がパリッパリ パリッっていうのがよくわかりますね美味しそうえ。次は私のおすすめの動画です。これイングランドの有名な一番で、えー、3人の本当イケメンの方が作ってる生パスタですね。でどこの方々のあの国籍がイギリス人なのかイタリア人なのかよくわかりません。 イギリス人の顔ではちょっとないと思うんですけれども皆さんどう思われますでしょうかこれ生パスタなので本当フレッシュですよねでその場で作ってくれます粉チーズか何か入れてますよねほんとチーズをよく使いますねびっくりするくらいよく使ってます さあ、お兄さん、腕の見せ所です。キッチンペーパーが邪魔しています。あ、うまいですね。二つ。それでチーズの。この器の中に入れて混ぜます。よく混ぜて、よく混ぜて、たっぷりチーズが乗るように、よく絡め、絡めています。 美味しそうですね。カロリーはちょっと心配ですけれども出来たて生パスタさあ器に盛りますたっぷりですねこういうのを食べれる皆さんは幸せですねさあどうぞと試食もくれています この3人の若者、かっこいいですね、味もとってもいいと思います。次は、本当にイングランドの市場ですね、このソーセージ、大きいんですね、これなんかランチボックス、お弁当のような感じですね、いろいろ乗っけて、もちろんじゃがいもも入ってると思います、これマスタードでしょうか、よく分かりませんが、ここに大きなソーセージをのっけます。 これ美味しそうなんです。よくわからないんですけれどもお好み焼きみたいな感じでここからいろんなものをのっけますまずトマトですねでなんか白いのですねで野菜のっけてますねでなんかソースをかけてここに、えー、ハムソーセージ 入れれて、これ生ハムだと思うんですけど最後にドカーンと生ハムをのっけてで包みますアメリカのチャンネルです。す。フーードイインサイダーと言いますでこのフードインサイダー海外のいろいろな食べ物も紹介していますで今回はストリートフードということなのでアメリカのストリートフードを取り上げました えー、今回は、えー、ストリートフードを取り上げてみました、えー、日本にも、あのー、ストリートフード屋台なんかありますけれども、えー、海外の、えー、屋台ストリートフードと随分違いますよね、えー、よかったら皆さん海外旅行していろんなものを食べた気分になるのに、えー、ちょっと見ていただけたらと思います、えー、今回はストリートフードを取り上げました 下の方に、えー、URL を載せておきますので、どうぞ皆さんご覧ください。師匠のつぶやきでした。どうか登録をお願いいたします。